ルノ造船所チャンネルをご覧いただきありがとうございます。歴史の水先案内人、カルノ造船所のカルノ文人です。大河ドラマ麒麟が来るをもっと楽しむために、本筋からは一歩引いた視点でその周辺をお話ししていきます。第7回機長の願いでは、劇中にて斎藤利正さんが尾張の織田信秀さんの朝廷への寄進についてや、その元になる熱田の位置のにぎわいが描かれました。今回は織田信秀さんの資金戦略、そしてその源泉ともいえる熱田の位置のにぎわいについてお話ししていきます。まず織田信秀という人ですけれども、そもそも大名ではありません。劇中で大垣城を斎藤氏に取られたのは織田家の内紛により動けなかったからとありましたが、織田家は尾張の守護大名である柴氏に仕える守護大よりさらに下の三部行家の一つ、織田壇上中家という織田家のそのまた分家筋であります。織田信秀の父、信貞の代に対馬神社の門前にあたる位置を獲得します。対馬神社は主に、御頭天皇信仰という、スサノオノミコトをお祭りする神社なんですけれども、その中心地として多くの人が参拝に訪れるということで、富の潤う信仰都市でした。なおかつ伊勢湾交易の玄関口として水運で繁栄する流通都市でもありました。今の対馬は、陸地になっておりますが、対馬天皇祭というお祭りに、かつての水運都市であることを忍ばせます。そして、織田信秀さんは熱田を獲得いたしました。熱田もまた、対馬同様熱田神宮を擁する宗教都市であり、陸路では京都と鎌倉を結ぶ交通の要路であります。港町としてはこちらも伊勢湾流通で繁栄を極めていました。ここも人の流れ、物流の流れ、そして宗教権益の掌握、これら2代にわたって築かれた2つの貿易宗教都市の掌握によって得られる富というものが織田壇上中家の力の源泉となっていきます。劇中にて斎藤利正さんが、天皇の住まいである内裏の塀を修理するために4000貫を朝廷に織田信秀さんが献上したと言及しておりました。このように信秀さんは財力を使い寄進を通じて世間に誇示していきます。天文元年、西暦で言いますと1532年、織田信秀さんが家督を継いで間もない頃、織田一族で内紛がありましたが、信秀さんは和議を固めると同時に自己の財力を誇示するために京都から蹴鞠の宗家や賓客を招いて城で蹴鞠会を開催し、100人の見物人を集め連日蹴鞠の大会を催したそうです。その後上洛して朝廷にも献金し、十五位の下、ビンゴの神という位を与えられました。そして戦乱により遷宮や修理が滞っていた伊勢神宮の下宮に銭700貫門と材木を献上いたしました。この伊勢下宮の遷宮の造営費を寄進したことで、朝廷と室町将軍の間で織田壇上中家という今まで聞いたことのない無名の分家筋の名が知られるきっかけとなります。まあ、家柄こそ高くはないものの、尾張の織田の分家筋には頼れる男がいる、そういった話題になります。その翌年、今度は朝廷から、破損した天皇の住まいである内裏の修繕を持ちかけられます。本来であれば朝廷そして室町幕府の役割でありますが、幕府にもそんな財源はありません。この朝廷からの申し出にも快諾し、修繕費として4000貫門という額をポンと献上してみせます。劇中でも言及されていたことです。この4000貫門という金額は現代の価値に換算すると6億円ほどと思われます。非常に巨額なものです。天文16年1547年には京都建仁寺の寺院を再建いたしました。このあたり経済の重要性と文化というものをよく理解している方であると言えます。当時
多くの大名たちは落ち目の朝廷や幕府を助ける金を無駄金と思って惜しみましたが、信秀さんは巨額の富を次々と寄進したことが織田家にとって大きな意味を持つことになります。信秀さんは地位や権威は主家やその主君である織田守護である尾張守護である芝氏をも上回りますが、その頂点にあっても主家への親従関係というものは保ちつつ、一門と家臣を尾張の要所に配置し、尾張国内の多勢力を圧倒する、いわば戦国大名の地位を築いていきました。信秀さんの後を継いだ信長さんも朝廷に協力していくことになりますが、父である信秀さんが寺社や朝廷などに莫大な資産を投じたことによって形成された信頼の力、これが天下人へ躍進する原動力となります。それではここで狩野造船所からのお知らせです。3月15日に東京東高円寺の散歩カフェチャラポコというお店にて定期歴史講座の開催をいたします。内容は日本とソ連との関係をロシア革命からソ連崩壊までお話しいたします。時間は15時から、参加費は1500円でワンドリンク付きとなっております。予約なしでもご自由に参加できますのでお気軽にお越しください。それではここまでご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録やコメントをいただけると嬉しく思います。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。